郡山市の恵泉ビジネス公務員カレッジでは、献血する人が少ない傾向にある冬の時期に毎年学生が献血に協力しています。若年者が献血離れということを言われておりますので、そういった中で本校の学生が趣旨に賛同して率先して献血に協力してくれるのは大変ありがたいな。今日は83人の学生が協力し、献血への理解を深めていました。